強キャラ感出していくか。じゃあ強キャラ感出す、OK、うん、強キャラ感履き違えたらゲーム終了だ。シビアなんでこんなんがシビアなんだよ。じゃあちょっと破壊しに行くか。破壊どういう意味？終了。アホだけどめっちゃ強いパターンかこれ。おそらく終了。シビアだったよ二階堂くん。判定キビって。さすがに強キャラじゃなさそうでしたよね皆さん。皆さんそう思いません？今の。さすがに。そろそろ力の 10% 解放しますか。そうかい。また力を解放するっていうのかい。いいな。終了。ちょっと強いって当たり。いや気にしすぎこれ。俺だけ当たり強いよ。あ、当たり強かった。ごめん。うん、いける？強キャラが2人いるの。強キャラが2人。そう。全然そういうシーンもあるかな。そうある。それをただやればいいだけ。呪術回戦とかでもあるからそれ。あるな。T2020 か。まあ勝てるな。こんな小さい銃でも余裕。糸目でにっこり。強キャラ感あるけどね。一番やばいやつの感じあるけど。言ってどうするそれ。言っちゃダメだ。言っちゃダメだろ。口で表現すんのが。うん、そうだよ。このセリフとかで出すの、うん、強さ。痛めにっこりじゃねえよ。次の戦い、僕は見てるだけでいいよね。急にでき始めてきて。全然見てるだけでいいよ。助けなくていらんね。君が戦場で踊り狂ってるところを見ながら、僕はチーズを食べたりなどするとしよう。待ってかよ、お前。お前、優雅なやつかと思ったら、ただのチーズ好きだったんだ、こいつ。しんどいね。しんどいだって。変わってあげようか。まあ、強キャラか。強キャラってどんなのだったっけ。強キャラに1個キャラ足して、お腹いっぱいになるか。強キャラに1個キャラを足す。うん。今、あったかいスープを出すから、そこにかけておいで。おばあちゃん。いやー、しかし、外は寒かったでしょう。さささあ、今、あったかいスープを出すからね。早く出して。そこにかけて。ねえ、いやー、風も強かったでしょう。今、あったかいスープを出すからね。何してんのね。スープそんな効かんの。ちょっと待ってね。すっごい玉ねぎがちょっと麺染みるんだ。あ、今作ってるんだ。ごめんね。今、あったかいスープが出るからね。間もなくだよ。ありがとう。間もなく、間もなく。もうできたら持ってきてくれればいいかも。今からじゃない？ねえ。ねえ。もうつくわじゃないお前それ。いやー足元も悪かったでしょう、うん、今、ね、あったかいスープをあなたが飲み始めています。飲み始めてないです。お前催眠室で何とかしようとしてるこのバーサー。フィニッシュ。いや何ってマリオパーティーしてた。あ、いやごめん、キーマイナス6でごめんね。マリオパーティーのフィニッシュ。いや別にどうでもいいよお前。ごめん、元気で本当は。いや、うん、あれのキー気にしてるしねって。昼だったら元気で行くんだけどね。ごめん、ね、昼だったらとかあんだ。今度お前の実家へと行った時さ、うん、お前の母ちゃん肉人形って呼んでいい？ダメだよお前絶対。母ちゃんじゃなくてもダメだよそんなの。肉が良くないのか。どっちもじゃね。人形はまあワンチャンいい方の意味あるか。お肉お人形さんだったら大丈夫かも。LINE 教えてもらえる？今。そこまでして言いたいのね。なんでそんな伝えたいわけ。こいつよ。昔あんな気虫だったのによ。こんなにいっぱいになっちゃって。いや何。いや悪いな。最近登場性が涙もろくなっちまったな。ああそうなんですね。今だ俺の方が泣き虫ってが。知らねえよこれ。これ何キャラなんだよ。このキャラではねえぞ。
おい、ジョン・ウィック来た、勝ったな。これ嬉しい。ジョン・ウィックか、嬉しいな。あとはお前、日常で何があったら嬉しい感じ？いや、日常でジョン・ウィック嬉しくないけど。まあ、日常。お前もう突っ込みすぎて、日常でジョン・ウィック、おろせーよ言わねえだろ、わかる。言いかけてた、こいつ。そんなやつ突っ込みじゃねえよ、もう。嘘だろ。それ、弊害がなんか、すごいとこに出てる。突っ込みすぎて。そんなのどういうとこ出てんの、そのうるせえよ。うるせえよ、出ねえよ、別に。絶対出ちゃいけないとこで出ちゃうんじゃないか、お前。出たらおしまいだよ。うるせえよ。